こんばんは、かっこいいギタリストの竹下敦です、ちょっと私自身に関してね、説明不足かなと思ってご説明させていただきます。私はですね、ADHD、注意欠陥多動性障害という病気というか先天性の、脳の一部に発達障害があるというね、そういう人間であります。で、これに関してね、偏見をお持ちの方もまた数と いらっしゃると思うんですが、まあ簡単に言いますとね、記憶が持たないんです。約、3時間ほどで、どうでもいい記憶は消滅します。で、逆に非常に印象に残った友人の名前、例えば、友人の名前などは忘れません。ただしね、遅刻とかね、そういったことはね、頻繁に起こるんです。で、これ大変申し訳ないんですが、許していただきたい。で、それを容認できない方はもう私とお付き合いするのは無理だと思います。で、私は逆に言うと、20〜30分遅れていらしても正直言って何とも思いません。その人なりのね、時間の流れがあるんで、私は何とも思いません。で、私に対して、10分遅れたからね、怒るような方とは私もお付き合いはできません。そういうスタンスでね、これからも行きますし、商品に関してもね、発送にミスがあったりするの大変申し訳ございません。最善は尽くしております。これからもね、ミスのないよう注意を心がけます。ただね、ご理解いただきたいのは、そういったね、 ADHD もし興味があったら少し、調べてみてくだされば、理解されるかと思います。本当にこの病気に関してね、努力していただいた北里大学研究病院の、先生方、そして、慶応義塾大学のね、非常に優秀な医師である、慶応義塾大学の高畑先生、改めて、お礼申し上げます。2つのね、大きな大学の、研究の、お役に立てれば、私もとても光栄でございます。それではね、今後ともよろしくお願いします。竹下敦でした。